みなさんこんにちは、ネットです。皆さんは車の内部のトラブル経験したことありませんか？以前こちらのアコード O2 センサーが原因でエンジンチェックランプが消えずに困ったことがありました。その時に車屋さんから専用の診断機を借りてリセットをかけたんですけど、今回はその専用の診断機がなくてもリセットができたり車のコンディションを確認することができる商品がありますので皆さんにご紹介していきます。それがこちら、カーリーの OBD2 診断機です。こちらの商品を車についている OBD 端子に接続すれば車の診断情報を確認することができます。しかも前回のようにエラーコードを入ってた場合、こちらでリセットをすることができるんです。で、今回はこのカーリーの商品を使ってこちらのアコードの現在の状態を調べていくんですけど、私はあまりこういった OBD2 に詳しくありません。そこで今回はいつもお世話になっている方針紹介の佐藤さんを呼んでいますので、いろいろ指導してもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、OBD2 って何ですか？ OBD2 というのはですね、まずはじめに1990年頃からですね、 OBD という規格が始まったんです、アメリカの方で。それが統一規格化されたのが OBD2 というものになります。で、 OBD2 って何でしょうかって話なんですけど、オンボードダイアグノシス、要はまあモニタリングを常に車の方がしていて、それで故障が出た時にこれは故障だよと車が教えてくれる、要はエンジンチェックランプって言って、車検の時でも見ますよね。それが点灯するような、そういうシステムになってます。では最初に診断機を OBD2 に接続していきます。カプラーの差し場所は車種ごとで違うので、わからない場合は調べてね。アコードの場合は運転席のこの下の部分にあるので、ここに差し込んでいきます。接続。診断機を車に接続したら専用のアプリを開きます。そしてエンジンを起動。そしたら診断機に接続していきます。接続。接続方法は Bluetooth で接続することが可能です。それではまずこの一番上の項目から押していきます。接続。はい、診断が始まりました。お、チェック 100% になりました。検出問題14、検出問題は許容の範囲内、まあ、現段階だとエラーが出ている出てないの、確認がここで確認することができます。で、ここまでの診断は無料でできるんですけど、ここからこの問題をリセットしたい場合は、有料プランになります。なので有料プランでできる内容を今から行っていきます。問題を削除する、押します。問題を解決後 2,3 日待ってから次のカーチェックを行うことをお勧めいたします。実際故障探究の場合はその時治ったとしても、センサー類とかであれば、まあ、電気の抵抗値の差とか気温の差とかそういったのでエラーコードが出たりも最近しますんで、まあ、2,3 日後にまた出てしまったっていうのがあるからですよね。なのでもう一度チェックの確認をして、実際消えてるかどうかの確認ちょっとしていきましょうか。今すぐチェックを繰り返す。これで診断で出なければもう問題は解決っていうことで、表示が出てる場合はやっぱそこがちょっとおかしいんだなっていうことなんですかね。検出問題6、結果を表示します。エアバッグ制御モジュール問題2点、これ出てますね。2点、問題としては深刻ではないと出ているのですが、対策はした方がいいでしょうか？エアバッグ関係はちょっと下手すると命に直結しますんで、後日修理頑張りましょう。はいこういうことが分かることがいいですね。そうですね、以前うちであった話なんですけど、スバルのアイサイトですね、あれがエラーを起こして全く動いてなかった、そのまま走ってたっていうのはあるんですよ。アイサイトはあれですか、オートブレーキシステムとか。そうです、そうです。それがエラーの方は出てなかったんですけど、モニター上ではでも実際はエラーが出てて、アイサイト効いてない状態になってましたね。機能しないで大変危ないですね。ですね。バッテリーの健全性のモニタリング、バッテリーの状態ですかね、これを確認していきましょう。
アダプターで24時間以上バッテリーを分析する必要がありますが、通常通りアダプターを使用続けることができますのでご安心ください。健康状態、充電レベル、自己放電を見ることができるみたいですね。で、次にライブデータ、こちらを行ってみましょう。ライブデータ、リアルタイムですかね。エンジンのライブデータを確認し基準値を得る。走行中のデータを、記録共有するとあります。デジタルガレージ、いついつに診断しましたっていう表示です。なのでこの OBD2 の、まあ、診断レポートみたいな感じですかね。で、今回はホンダアコード CL7 を診断したんですけど、他にもね、車種の項目があって、新しく車を追加しますの項目をします。すると、メーカーがこのようにバーッと出てきます。OBD2 に対応している車種であれば、基本接続ができるような感じになっています。そしてさらに、カーリースマートメカニックという有料版があるんですけど、こちらの機能では専門メカニックから故障コードの内容、故障分析の修理とガイダンスができる機能になっていて、一度アンロックをしてしまえばずっと使うことができるようになります。エラーの原因や考えられる交換パーツ、ネジの締め付けトルクまで指示を出してくれるので、エラーをリセットして終わりではなく解決までサポートをしてくれるのが素晴らしいと思いました。はい、実際に使ってみたんですけど、見てた感じどうでした？どちらかというと故障診断の機能もちろんあるんですけど、一番なのは車両の管理の方にすごい特化してるな、この製品はって思いましたね。まあ、例えば家族の車を、まあ、何台持ってたりとか、田舎の方とか結構ありますけど、そういったやつのつないでバッテリーのテストしてみたりとか、車検の前に実際自分で見てみたりとか、そういった面で自分でちょっとチェックをしたりとかですね、営業車なんかの管理とかには特に向いてるんじゃないかなと思います。このバッテリー自体に交換時期みたいなのもメモっておけばよくないですか？そうなんですけど、今の車って意外とですね、充電制御システムだったりアイドリングストップシステムがついてるせいで、言うた話3年持ったり5年持ったりとバラバラなんですよ。なんでですね、まあ、実際バッテリーのチェックをしていくってことは、まあ、正直言って今非常に重要なことになってきてるんですよね。ガソリンスタンドとかだったりすると使っちゃいけないやつ使ったりしてからですね、バッテリーが悪いよってから詐欺で交換させられたりっていうのが多いので、そういった面でも、まあ、非常に使いやすいのかなと。もう輸入車の場合だったりすると結構バッテリー高額なんですよ。なんで充電を逐一本当はしなきゃいけないんですけど、早めのうちから、まあ、要は交換プランを自分で立てたりもできたりもしますもんね。やっぱバッテリーのやっぱ健全性分かってれば、突然最近のバッテリーは本当死にますんで、徐々にではなく急にパタンとです。急にバーって下がってくるので、だから早めのうちからやっておけば、それ兆候があるんですよ。だからそれを見ることができますんで、そういった車両の管理としてはすごく、まあ、よくできてるのかなと思います。あくまでも DIY ユースだったり、もしくは業者さんが出張用に使ったりとか、そういった面で使えるのかなと私は思いました。ありがとうございました。やっぱ普段使っているエキスパートは違いますね。いえいえいえ。なのでカーリーの診断機を使って車の診断を定期的にやってみます。頑張ってください。はい、それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。今回ご紹介したカーリーの商品はカーキの概要欄に詳細を載せてますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する、先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。